2023年1月24日、フジテレビの長島優美アナウンサーが、目覚まし8の卒業を発表しました。突然の報告に驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。長島優美は兵庫県神戸市出身。長島昭弘の娘として生まれる。子供の頃は極度の人見知りで、父親の出場するサッカーの試合に連れて行かれるのが嫌で、仕方なかったという。その様子を見た母親が、性格改善につながることを期待してダンススクールに通わせていた。ただ運動に関しては、本人曰く走りも遅いし、球技が一番苦手だった。大学時代は難波浩司教授のゼミに所属し、卒業論文の題目は、テレビと日本語の変遷、アナウンサーに求められるもの。学生時代はずっと黒髪だった。学生時代に31アイスクリーム、結婚式場での巫女、テレビ局での事務などのアルバイト歴がある。2010年8月9日、初代神戸ウェディングクイーンに選出。2011年にミスキャンパス関西学院のグランプリ。大学在学中の2012年10月6日から2013年3月23日まで、おはよう朝日土曜日ですでリポーターを務めた。2014年4月、フジテレビに入社。同期入社は大村正人。2016年4月4日から、これまで1年半情報キャスターとして担当してきた。目覚ましテレビのメインキャスターに就任。三宅正治と共同で担当。長島優美アナウンサーは、2021年に結婚しましたので、妊娠しているのではないかという噂も飛び交いました。長島優美アナは妊娠している？出産予定は？もしおめでたの妊娠だと子供はいつ頃生まれるでしょうか？フジテレビの長島優美アナウンサーは、2023年1月24日の番組内で、目覚まし8の卒業を発表しました。長年の目覚ましテレビのアナウンサーを経て、2021年4月から現在まで目覚まし8の朝の顔として、MC を務めていました。卒業の発表の際、長島アナウンサーは少し目を潤ませ卒業を発表し、また、アナウンサーとして新しいことにも挑戦してみたい、とコメントしていました。長島アナウンサーといえば、朝の顔、というイメージがありますので、なんだか寂しくなりますね。フジテレビの長島優美アナウンサーは、おめでたで出産予定かどうかは、ご本人からの発表発言はありませんでした。ですが、ネットの中では、妊娠、おめでたかもね、などなど妊娠ではないかという声もたくさんありました。ここで改めて長島優美アナウンサーのプロフィールです。生年月日、1991年11月23日生まれの31歳。結婚、2021年3月3日。結婚前の交際期間、約3年半。結婚相手は、同じフジテレビに勤務するディレクターで、西谷拓さんではないかと噂されています。フジテレビの長島優美アナが、目覚ましテレビで、2021年3月3日に結婚したことを発表しました。夫となる結婚相手については、フジテレビの制作局でディレクターを務める、1年先輩の30代男性とのこと。挙式、披露宴は未定で、長島アナは妊娠しておらず、そのまま仕事は続けるとのことです。交際期間3年半での結婚については、目覚ましテレビが3月に終わり、30歳を迎えるので思い切って決めたそうです。それでは、長島優美アナの旦那は、一体どんな人なのか見ていきましょう。長島優美アナの旦那の名前は西谷拓さんと言われています。長島優美アナは、2017年の年末に一般男性との熱愛がスクープされています。交際期間が3年半というのも一致しており、結婚相手の旦那様はこの時スクープされた方と同じだと思われます。当時、フライデーの記事で報じられた。長島優美アナのお相手の特徴はこちらです。2013年にフジテレビ入社。MR、サンデーのディレクター。目覚ましテレビのディレクターもしていた。年齢は27歳。身長は180センチ以上。
高校大学時代はアイスホッケーの選手だった。こちらの特徴にすべて合う人が、フジテレビの西谷拓ディレクターです。こちらの特徴にすべて合う人が、フジテレビの西谷拓ディレクターです。一つ年上の先輩で、入社した時から、目覚ましテレビで一緒だった先輩。結婚願望はあります。この時は交際半年だったようですが、すでに結婚相手として決めていたようですね。交際宣言でオープンな様子も好感度が高いですね。長島優美アナの旦那、西谷拓さんの年齢は現在31歳。経歴も立派です。早稲田大学卒業後、2013年にフジテレビ入社。現在は情報番組のディレクターとして活躍しています。関わった主な番組は、MR、サンデー、目覚ましテレビ、イット、得だね。2022年現在は、番組、イット、得だねに携わっているようです。ちなみに、西谷拓さんが目覚ましテレビのディレクターの時に、長島アナにいろいろと教えてあげたことから距離が縮まり、交際に発展したようです。長島優美アナの旦那、西谷拓さんの年収はどれくらいなのか調べてみました。キー局に勤務する30代ディレクターの平均年収は、1000万円台とのこと。ちなみに長島優美アナも現在の年収は1000万円ぐらいだと思われます。お忙しそうですが、高収入カップルですね。結婚から2年弱。結婚前の交際期間も長いですし、妊娠、出産を視野に入れていても不思議ではないですよね。長島優美アナウンサーは、2022年5月10日に目覚まし8を欠席していました。理由は体調不良でした。体調不良なので、病気なのかなど詳しい理由はわかりませんよね。長島アナといえば、笑顔がとっても愛らしく、パワフルなダンスでとても元気なイメージのある女子アナウンサーです。なので余計に急なお休みになると心配になりますよね。毎日の朝の番組に加え、FNS 歌謡祭の生放送の司会、また特番の MC としても大活躍されています。責任の重い数々の仕事をこなされておりとてもお忙しい方です。また、2023年1月12日、19日には、目覚まし8の相方の谷原章介さんが、新型コロナの陽性のため番組を欠席しました。長島優美アナは元気に通常通り番組に出演していました。2023年1月16日、長島優美アナウンサー自身のインスタグラムで新しい家族を迎えました、と、家族に愛犬メルシーが加わったことを報告していました。タイトルだけだと子供かと思いましたが愛犬の報告でしたね。長島優美アナの愛犬報告でもしかしたら妊娠の報告もあるのかも、と思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。実は以前に、同じくフジテレビの三田ゆりかアナウンサーが2021年の4月に、家族が増えました、と報告。インスタグラムには可愛らしい愛犬が投稿されていました。その後、2022年10月に妊娠の報告がありましたので、長島アナウンサーも同じ流れになるのでは、と考えてしまいますよね。長島優美アナウンサーが妊娠中の可能性は、一視聴者として期待しています。長島優美アナは子供が好きで子供が欲しいと、以前にも語っていました。目覚まし8の放送開始時間は朝の8時からですが、準備や原稿に目を通す兼ね合いで、かなり早めに出社されているみたいです。もし妊娠を希望しているのであれば、今後はストレスをためずに体を安静に穏やかに過ごしてほしいですね。ぜひご夫婦のいいタイミングで妊娠出産を迎えてもらいたいです。長島優美アナのふっくらお腹の画像はありませんでした。妊娠されているかはわかりませんが、お腹が大きくなるのは6ヶ月ぐらいからですので、もし安定期に入っていれば妊娠の発表をするのではないか、と考えてしまいました。長島優美アナは、かつての番組出演で占い師の星ひとみさんから、結婚は2021年、出産は2022年と予言されていたようです。結婚報告も2021年と言い当て、また旦那さんと知り合った年も言い当てました。
1年ずれてしまいましたが、2023年に長島優美アナの出産報告が聞ける可能性もあるのではないでしょうか。今回は長島優美アナウンサーの妊娠について調べてみました。突然の目覚まし8の卒業発表、既婚者など年齢的にも妊娠を視野に入れているのではないかと、ネットでも妊娠説がささやかれていましたが、現在は妊娠しているかどうかは分かりませんでした。明るく元気な方で子供好きということですので、お子さんが生まれたらきっといいママになりそうですよね。夫婦でこれからの将来のことをいろいろと考えた上での卒業かと思いますので、温かく見守っていきましょう。フジテレビの長島優美アナウンサーが10日までに自身のインスタグラムを更新。父でサッカー元日本代表フォワードの長島昭浩氏の9日の59歳の誕生日を祝福するとともに2ショットを披露した。メルシーとの遊び方が独特な父、59歳のお誕生日おめでとうと記すと、黒のトップス茶色のパンツ姿で愛犬を抱く昭浩氏に、青のトップス黒のボトムス姿の自身がお茶目な表情で寄り添うショットをアップ。長島氏が愛犬の足にせっせっせーのよいよいよいなどと歌いかけながら手を合わせる動画も投稿した。長島アナの投稿にフォロワーからは、おとと様いつ見ても楽しそうで大好きです、お誕生日おめでとうございます、おめでとうございます、仲良くて最高ですね、長島パパお誕生日おめでとうございます、長島パパキャラは緊張がほぐれる才能のお持ちの素敵な方だと思います、長さん可愛すぎる、お誕生日おめでとうございますといった反響が寄せられている。